里崎チャンネル。じゃあこんにちは。今日は何か。そうなんですよ、はい、今回はですね、はい、なんとですね、里崎、はい、あの学童野球の少年野球チームを設立することになりまして、はい、里崎さんが、はい、そうなんですよ、はい、まあ、協力ですけどね、はい、なんとですね、はい、これ日本初です。里崎さんはその少年野球のチーム、はい、設立、里崎ジュニアみたいな感じですか。はい、あの学童野球チーム、はい、帝京ベースボールジュニアを設立することになりました。これはですね、はい、あの大学初となる学童野球チームなんですよ、はい、だ大学の中の学童野球です、はい、だ要は帝京大学が応援してくれるんですよ。あ、なるほど。それの帝京ベースボールジュニアが、はい、あの2020年昨年12月19日に誕生したんですよ、はい、うんうんうん、帝京大学八王子キャンパス、はい、ソラティオスクエアでね、はい、で、まあ、あのそこの会長に里崎が就任したんですよ。へー、すごい、まあ、帝京大学野球部出身だからと、はあ、でその動いてるやつが僕の後輩なんですよ。へー、野球部のね、はい、で今大学に携わってて、うんうん、でこういうのやりたいんですって言って、はい、あ、じゃあで会長になってほしいって言われて、うん、じゃあいいよって言って、はい、でその方針とかをこどかま各決めて、はい、あのやっていこうって、はい、で副会長が、うん、荻野忠弘っていうロッテのピッチャー、あいつ今、センスとはとか、はい、センスって何かっていう、うん、とかその怪我しない体作りとか、はい、そういうのの勉強して、うん、しっかり取り組んでて、たまに野球教室とかも一緒に行くんだけども、うん、帝京出身なんですか。いやいや、荻野は神奈川大学、うん、帝京大学は講演サポートしてくれるんですよ、はい、へ、少年野球、学童野球ってことは小学生のチームですね。小学生、6年生まで、うんうん、で、まあ、帝京ベースボールジュニアっていうところがあって、最近ね、人口も減って野球人口も減ってきてる中で、はい、まあ、そういう取り組みを大学と一緒にやっていこうっていうところで、うん、今生徒募集してるんですよ、はい、今年度から、はい、でもあの緊急事態宣言のため今自粛中で、まあ、ホームページね、はい、概要欄に載せておくんで、そのホームページから入っていってどういうものか見てほしいんですけど、はい、でそこでじゃあどういうことやっていくんやっていう、いや、そこが一番気になりますよね。気になるじゃないですか、はい、だってリトルリーグとかって、まあ、いろんなチームと対戦したりするじゃないですか、はい、だしそのユースとかもいろいろ大変、うん、この学童野球っていうのは、まあ、まず軟式なんですよね。ああ、なるほど、はい、軟式 の、 その学童野球連盟という所属して、はい、軟式野球なんですよ、はい、でやっぱ最近一番言われてるのが、うん、保護者の方の負担ですね。保護者の負担が大きいと、はい、お茶首だったりとか、うん、そういうなんか雑務が多いから野球嫌やっていうね、はい、保護者の方いると思うんですけども、はい、あの保護者の負担を撤廃します。へえ。だからお茶首当番とか、はい、監督コーチのお茶出しとか、うん、そういう雑務一切なしです、うん、え、どなたがやってくれるんですか。自分でやればいいじゃんそんなもん、そんなんでも監督だからってお茶入れてもらわないけど、はい、自分でもまあペットボトルとか水筒持って飲めいい話じゃないですか。入れてもらう必要あります。逆に、まあ、そんな偉いんかっていう、まあ、考えたらそうですね、はあ、うん、だそんな、そんなだってやってもらうことじゃないですよ。それがね、うん、こう、あ、お客さん来たら商談してて、はい、あ、じゃあちょっとお茶出してもらえるとか、はい、なったら分かるよ、はい、たかが練習教えてるだけでしょ、はい、お茶入れてもらわなくなって自分で飲めいい話やろっていうそうですね、うん、だそういう、うん、そのもちろんね、送り迎えとかは自分の子供たちはしなきゃいけないし、はい、だからそのできる限りのことはやらなきゃいけないですよ、うん、自分たちのこと、はい、でもそういうお茶組とか、そういう世の中で俗に言われてる保護者の方の負担は撤廃です、うん、はい、そういうのもやらなくていい。あ、それはもういいことですね、はい、で続いて、うん、はい、あのポジションを限定しないっていう、うん、へー、マルチポジションです、はい、勝ちに徹するあまり、はい、子供の焼き時からポジションの固定って未来を潰すっすね、うん、だからどっかの動画でも言ったと思うんですけど、はい、大体プロ入れるのは、うん、ピッチャー、キャッチャー、ショート、うん、センターぐらいなんですよね、はい、センターラインで、ね、はい、2番セカンドでバントしてたら、はい、プロ入れないですよ、うん、だからで人数がいなくなったら困るって言ったから、もうどこでも守れるように、うん、だからもう大げさに言うと1回から5回まで全員違うピッチャーと か、うん、だかもちろんね、その無理の大会に挑むときは1つのポジションで固定で戦うけども、うん、練習試合とかその他の試合で別にその子がずっと投げる必要ないんで、うん、もう2イニングしたら交代で、もう3人でも4人でも誰が投げても同じクオリティぐらいできますよとか、うん、もしくはそれに準ずる、エースに準ずる力でなれますよっていう、サードを守ってライトを守る、セカンドを守ってキャッチャーを守るとか、はい、もう全部複数ポジション、毎イニング違うポジションで試合してもいいぐらい。
え、じゃあその人の適性っていうのはいつ頃から見極めればいいんですか。そんなのもう中学校高校行ってから見極めればいいじゃん。そんな小学校から見極める必要逆である。なる、中学校、まあでも中学校で野球やると大体もうポジションって決まってるんですよ。だその時にどこでも守れるようにした方がレギュラーになれるチャンス高いからね、はい、そうですね。じゃあ中学校集まりました、うん、チーム行きました、はい、ってなった時に、うん、めっちゃいい人いると、うん、補欠になっちゃうと、あでも僕こっちのポジションもできるから、はい、こっちの方が試合出るからこっちで出ようで言うから。確かにそうですね、ここできます、ここできますって言った方がいいですもんね。で別にそれに対する準備をいきなり中学校高校からする必要ないわけ、うん、はい、小学校からやってるから、うん、だからもうどこでも守れるようにした方がいいじゃん、はい、それなりの最低限のクオリティで毎日全ポジションやってたら身につきそうですね。そうそうそう、でどっかはすごいけど下手くそでもいいわけよ、はい、それでもちょっとずつこうやってなっていけば、うん、でいろんなポジションにした方が面白いじゃん、はい、でいろんなポジションの特性すると、うん、あもっとこうした方がいい、ああした方がいいっていうのが分かるから、まず一つのポジションに固定しない、やっぱ広げていくっていうところでマルチポジション、はい、で勝つことばっかり考えた指導では子どもの未来が見えないっていうことで、バント禁止、バントしないです。はい、バントしてたら、うん、もう子供の面白さないでしょ、はい、だもちろんね、うん、全試合です、うん、それはあの無二の大会とか、はい、そのこの大会の中でもここだけはバントとかするけど、うん、他のやつはもう全員打つ、バントしない、はい、バントの練習はする、基本的なことは教えるしするけども、うん、バントはほぼしない、へー、 90% しない、はい、もう全員打てって、うん、負けてもいいじゃんっていう、はい、みんなが楽しくバット打って、うん、でそこから勝てるようにしていこうよっていう、うん、バントばっかりしてて勝っても楽しくないやろと、はい、チームが勝っても子供が育たないんで、うん、チームが負けても子供が育つ環境作りにしたいですね、はい、そうですね、だからもちろん勝つことが大事だから、その勝つことの中でのそのここは勝負行こうっていう時はバントするけども、うん、基本的なところではもうバントしなくて全員が自由に打っていく、その中でその打つ中でもどういうバッティングが大事なのかを教えていきたいですよね、うんうん、はい、でそういうことによって、まあ、あの大きく成長していくんで、うん、はい、じゃあ質問してもいいですか。はあ、なんですか。じゃあこのチームの、はあ、こう目指すところっていうのは何なんですか。目指すところは、はい、スポーツを通じて人生を豊かにするっていう。はあ、だから帝京、はい、大学って言ったら、はい、まあ、この大学ラグビーでも準決勝行きましたし、うん、箱根駅伝でもシード取れましたし、うん、はい、あの空手でもオリンピック選手いるし、うん、まあ、柔道とか柔らちゃんとかも先輩でいたりするんで、はい、そのスポーツいろんなスポーツあるんで、うん、マルチスポーツもあります、うん、だからそのね大学の敷地内で練習するんで、はい、そういったところで他の競技にも教授の先生とかで手伝ってくれたりするんで、うん、はい、その人もマルチスポーツを重要視してるんですよ、はい、だからタグラグビーとか、はい、野球だけじゃなくて冬だったらじゃあサッカーとかラグビーやるとか、はい、あじゃあ水泳やってみるとかっていうのをその大学の施設をその使える時は使わせてもらって、はい、そのマルチスポーツでスポーツをしながら成長していく。いやだから野球ばっかりやんない。はい、あすごい、あのパワプロでいうアスレティス高校ですね。あそう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 、もうまさにそんな感じですね、うん、他の競技もやっていこうよっていう、はい、で他の競技の楽しさも知りながら、うん、自分だから野球ばっかり行く必要ないじゃん、はい、そこで適正がもしサッカーとかラグビーだとそっち行ってもいいわけじゃん。確かに。でその代わりそう触れないといけないから、うん、いろんな競技も触れながら、うんうん、野球のために触れて成長していくのもよし、はい、他の競技の特性の方があるっちってそっちに行くのもよし、うん、だマルチスポーツです。だからあのいろいろ豊かにするっていうのもありますけど、もちろん選手をあのいい選手にするために育成していくっていうことですよね。そう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 。でそのためにマルチスポーツで、まあ、いろんな競技をすることによって、うん、選手の可能性、まあ、子どもたちの、ね、うん、可能性を広げていくのとスポーツの楽しさを分かってもらう、うん、でそのためにはいろんな競技ができる。これはまだね、はい、帝京大学がバックアップしてくれてるっていうところの最強の強みですね、うん、うわーすごい、うん、で監督は、はい、帝京大学中学校野球部監督の秋山、はい、僕の後輩なんですよ。一つ下の、はい、であのそういうサポート医療とかサポートも大学があるんで、はい、病院とかもね、いやだそういったところのサポートもしていってくれるんですよ。帝京大学も幅広いですからね。そうそうそう、うん、で感謝明るく楽しく元気よくをスローガンに、はい、うん、野球本来の楽しさや魅力に加えて野球以外のスポーツ文化の体験も積極的に行い、はい、幅広く対応できる能力を身につきますと、うん、まだ当クラブは理念に基づいた指導により怪我や故障をさせることなく基本的な動作や技術を身につけ、うん、子どもファーストの考えのもと勝ち負けにこだわるのではなく子どもたちが安全かつ楽しく野球の基礎を身につけられる中学生になっても活躍できるような下地を作るという方針して運営していきますと、うん、で大学はこのクラブを後援サポートするとし学童野球を通して健全な児童育成と地域貢献してまいりますと、うん、っていうところです。へー、はい、もしかしたらこの中から
帝京大学の監督もこの見に来て、うん、そうそうそう、いつかこの選手、うん、帝京大野球部にと思うかもしれないし、今はね 3,4 年生しかいない、1,2,3,4,5,6,7,8 人しかいないんですよ。もういるんですか、はい、生徒さん、はい、なんですか、練習参加、はい、っていうのもあの見学会、はい、っていうのもやろうとしてたんですよ、うん、でもちょっと緊急事態宣言になっちゃって、はい、それが全部あの中止になって、うん、でまたこのね世の中の動きによってなどうなるか分かんないですけど、うん、あのそういった意味でだから日本初です、はい、これ大学校へ何歳とかいつから入れるんですか。多分小学生からだと入れると思う。それはあのなんかあのホームページにあるんで、はい、そこからちょっと見ていただきたいですね、はい、え、それ佐藤さんも教えてくれるんですか。だからそう頻繁にはいけないですけど、はい、あちょこちょこ行けるようにはしようかなと思って、はい、あと伝えてあるからその通りやってくれる、はい、ああなるほど、そうそうそう、リズムが伝わってると、そうそう、うんうんうん、めちゃくちゃいいじゃないですか、うん、だそれをやることになったんですよ、はい、これ皆さん入ってくださいっていう、そうだから皆さんもねもし興味があったらまず、はい、練習会とかね、うん、参加してもらってでそれでと思ったらねぜひ入ってもらいたいですよね。どうします、転用場になっちゃうかもしれないですよ、この動画見てる方がみんな応募したら。大丈夫ですよ、そうやってあの秋山も言ってたんですよ、はい、いや絶対そんでいっぱい来ないっちってそうですか俺はどっちかっていうと、うん、そういうのは否定的から入るパターンだね、はい、私今自分が母親の立場として、うん、息子がちょっともうそろそろ野球やらせたいなと思ったらちょっと入れたいって今思いましたよ、うん、そうだけどね、はい、だから そんな期待すぎたらショック受けるじゃん、はい、まあまあまあ、だから俺はそんなに集まんないと思うよって言って、それで集まったら集まったらでいいじゃん、はい、しかも大学の敷地であるから広いからね、めっちゃ確かにそうですね、うん、これ超初心者入っていいんですか。そうそう、だって別に全員初心者だからね、まあ、小学生ですもんね。そうそうそう、うんうん、そしたらもう基礎のとこからやっていけばいいだけであって、はい、できることを無理なくやっていって、うん、小学校で完成形じゃないから、はい、小学校でホップ、うん、中学校でステップ、はい、高校でジャンプできるようにしていきたいよね、はあ、なるほど。でそれによって大学行くのかプロ行けるのかどこまでハードル飛べるのかが行けば最高だし、うん、はい、でそれによって楽しさが分かってくれてそこからまたスポーツが好きになっていってスポーツビジネスとか、うん、そういうところにも行ってもいいし、はい、トップだから礎作りですね。そうそう、そこの中で楽しさと面白さと、うん、で基礎的なことが身についてその先がね広がっていければいいから、はい、ガツガツしすぎなきゃダメよ。そうですね、じゃあ皆さんにはホームページを見ていただいて、そうそう概要欄に貼っていくんでそこからね、はい、ぜひホームページ見ていただいて、はい、まあ、やそのね、うん、帝京の野球部のホームページもあるし大学のホームページでもなんかその設立報告会みたいなのも載ってるんでぜひチェックしてもらってですね、はい、もし興味がある方はね連絡取って見てもらいたいと思います。佐藤さんに会えるかもしれないですよ、はい、お待ちしてます、はい。